YouTube 運営、いい加減にしろ。今回は、ゆるめの雑談会となります。今回は YouTube の裏話をします。最近ね、YouTube の広告単価が、信じられないレベルで下がっています。広告単価が激減しているのは、今年の1月の途中から、現在までの話です。ここ1ヶ月くらい広告単価が激減しています。1月の途中ぐらいから、投稿頻度が激減しているチャンネルが多いのは、広告単価が著しく下がっているからです。例えば料理やキャンプ等の動画だったら、別にいつ投稿しても伸び方は大差ありませんから、動画を作ってストックしておいて、広告単価の高い時期に投稿する、といったことができます。しかし私たちのような時事系界隈は、基本的に動画をストックすることができません。時事系の動画は作ってすぐに出していかないと伸びなくなってしまいますからね。そこが時事系の辛いところでもあります。ただ1月に単価が著しく下がること自体は元から多くの YouTuber が想定していることでしょう。それ自体は特に問題ないんですが、今年はちょっときついかなという印象です。単価の下がり幅が予想以上に大きいですし、下がっている期間が予想以上に長引いています。2月に入ればぼちぼち単価は上がってくるのですが、相変わらず低いままです。私が持っている他のチャンネルも広告単価は総じて不調です。2月参加 C ネットジャパンに以下のタイトルの記事が掲載されていました。 Google 親会社アルファベット、広告事業が振るわず 34% 減益第4四半期決算。同記事から引用します。 Google の親会社アルファベットは米国時間2月2日2022年度第4四半期の利益が前年同期から3分の1以上減少したことを明らかにした。景気後退に対する懸念が続く中で、より広範な広告市場が縮小していることがその背景にある。検索結果の横に表示される広告を収入源とする Google の巨大な検索事業は中核であることに変わりはないが、広告事業の一部に過ぎない。 Google の広告事業はどのカテゴリーも縮小した。前年同期と比べて検索広告は433億ドルから426億ドル、 YouTube 広告は86億ドルから80億ドル、 Google 型のウェブサイトに表示する広告は93億ドルから85億ドルにそれぞれ減少した。同社は経済情勢への懸念を示した。長期的で収益性のある成長に向けて、最も重要な成長優先事項への投資を支えつつ、コスト構造全般を改善するための大規模な取り組みを進めていると、アルファベット及び Google の最高財務責任者 CFO であるラストラット氏は決算広告の中で述べた。経費の大きな要素の一つは従業員給付だ。アルファベットの従業員数は前年同期の15万6500人から19万234人に増加した。少し前から TikTok が強いんですよね。下手したら YouTube が負けちゃうんじゃないかと思ってしまうレベルです。ただまあ長尺の動画では YouTube に一定の需要があるので、そんなすぐに YouTube が敗北することはないでしょう。ちなみに2月1日からショート動画の新たな収益化システムがスタートしています。ショート動画は広告収入がゴミ同然だったので、多少マシになるかなと期待していましたが、2月1日以降も相変わらず広告収入はゴミでした。もしショート動画でめちゃめちゃ稼げるようになった場合、 YouTube が TikTok に勝てるんじゃないかと淡い期待を抱いていましたが、ダメみたいですね。 IT ジャーナリストの山口健太様のコメントから引用します。売上高はクラウドのおかげで前年比 1% 増に踏みとどまりましたが、これはコロナ禍に突入した2020年4、6月期以来の悪い数字です。広告事業では YouTube に加えて、売上の約半分を占める Google 検索についても前年を下回りました。 YouTube は2月1日からショート動画の収益化が始まり、横長動画への進出を目論む TikTok と全面対決の構えです。いかにしてユーザーをスマホ画面に引きつけるか競争が激化しそうです。他社に比べて人員削減の発表が遅れたこともあり、この四半期も従業員数は増加しています。コスト削減が求められる中で、チャット GPT のような AI の競争にも直面しています。 AI については近いうちに一般向けサービスの提供を期待できそうです。もし仮に今後 YouTube が完全にオワコン化した場合、別の動画プラットフォームが栄えているはずなので、そうなったら私はそっちに移動するだけですね。その時に備えて私は今まで作った全ての動画を保存しています。TikTok と YouTube の全面対決、楽しみです。最後までご視聴ありがとうございました。